の望月りあです。さあ始まりました R1 スタジアムということで、本日はスタジアム2001岩手店様にお邪魔させていただいております。さあ今から早速ですね、実戦の方スタートとなるんですけれども、最近ですね、ここ最近回数ごとにめちゃ成績もいい感じで伸ばせているので、引き続き今日は北斗無双の方でしっかりと大勝ちして皆様に素敵なプレゼントを届けれるように頑張りたいと思います。それでは早速行ってきます。北斗無双で実戦スタートさせたいと思います。頑張ります。おすごい。めっちゃ調子いい。やばやば、足りへんや。とりあえずシーフォギア見に行こうかな。はい、ということでちょっと全然いい見せ場もなく、いいリーチも発展することなく、まあまあ使っちゃったんで、このシーフォギアでかけたいと思います。バリ調子いいやん、バリ調子いいやん、やばいやん、やばいやつやん。マジ一回やってな、やばいな。あれ震えてんねん。来た来た来た、よかった。いや、ほんまに。おー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 、あつあつあつ。やっとや、やっと。はい、おう、いい感じ。おう、もう来て、ついに来て、あー、ないんちゃ、やだー、カウントダウン、いやや、もうな、終わった気してんけど。私は響きを戦わせたくないの。お願い、来たんじゃん。いや、ちょっと危なかったけど、よかった。じゃあ、なんとかここで当たりましたよ。まあ今からなんですけど、マジ頼み、最終決戦開幕、お願いします。いやーいやーいやーやばい、やっちゃん、お願いやって、ほんまに。これに希望、これに希望。いやー、これ、ほんまこれ。
よかった。うまい。ほんま出だし遅いわいつも。いや入れて単発はだるい。いやー最悪。うん、ラリ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 。来たほらほらほら、そういう持ってるわ。あーめっちゃ気持ちいい、やばい、最高。おー来た、完璧。はい、これね、うん、はい、放出、パンパカパーン。あー遅い遅い、来た。リコヤル、はい、バイブ来た。シーン来た、当たっちゃった。やっちゃいましたね、101回転当たりました。さあここでね、もう一回入れたら巻き返せるかなっていう感じなんで。あーどうやろ、やばい、あれあれ、あーあるんちゃうこれ。うわあるんちゃうこれ、やばいやん。来たよ赤。あやばい、グースグース、ああれ奇数じゃなかった、さっき3やったわ。外したらダメですね。うまいわ、うますぎ、ほんまに。来たー、いやーもうほんますごいわ。ほんま強いわ後半7点。へーい。
ペシャルフィーバー。あれ V ギア、イエイエイエイ、上乗せを数字で語れるものかって、やば、イエーイ、やばー、完璧まあ上手やわ。アイストック、星が来るから。ああ、終わっちゃった。終わっちゃいました。さあどうなったんでしょう。結果は後ほどお楽しみに。はい、ということでただいま実践の方が終了となりました。お疲れ様です。はい、ちょっとね前半戦どうなるかとかと思ったんですけれども。なんとか回収6717玉、ゲットすることができました。はじめねあの北斗無双からスタートしたんですけれども、全然初当たり引けずに新ホギアで、移動して、3万3000円ぐらい投資したんですけれども、なんとかね少し回収することができてとても良かったと思っております。ちょっと今日勝てなかったの残念だったんですけれども、次回ねしっかりと勝利できるように頑張りたいと思います。お付き合いいただきましてありがとうございます。さあそれではまた次回 R1 スタジアムでお会いしましょう。バイバイ。皆さんこんにちは、リチェンネルのザ・ピーチ桃原ひかりです。お久しぶりです。さあやってきました、R1 スタジアムということで今回も和歌山県にありますスタジアム2001岩手店さんで、しっかり R1 で頑張っていきたいんですけど、視聴者プレゼントもありますのでぜひあの最後までご覧になっていただいて、勝った場合はあるんでね皆さんどんどん応募していただきたいなと思います。とにかく朝一からなんでね、なんだろういつもとちょっと気分が違うんでドキドキワクワクしてるんでちょっと気合い入れて朝一から頑張っていきたいと思います。それでは実践行ってきます。それでは早速実践スタートでーす。はい、ということでウルトラセブン2番台見えない、まあいいか、角台ですいやーほんとね、上のこのね皆さんまあ物なじみだとは思うんですけれども、アルティメットハイバーセブンフラッシュがね出てくるところがあるんですけど、まだ私1回も出したことございません。出したい、出してみたいんや。ということで早速ね、しっかり結果残せるように頑張っていきたいと思います。何これ、金？周りの帯びてるの金？アイスラッカー、あ、来た、アイスラッカーゾーン、すっごいアイスラッカーブルブルしてる。よいしょ、7000までいったら多分一番上
かな、いったんだし、いったんだっすやって。キーン。きた。あ、ハイバースブラッシュ。え、何？ハイバース。来ました、ハイバーセブン、え、違う、ハイパー、アルティメットハイバーセブンラッシュ神々でしたね、間違ってるしいやー、これまだ何、対戦の相手によって違うの、あー、まあ赤文字で、うん、おー、赤、発光、あー、ここは金であってほしかった。初1レベルのライト相性いいですね。来ました、50回転かな、これでね、一応50になるのかな、昇格演出、まず4あたりですね。ふぅ、借金はないか。いやでも本当に当たってよかった。はい、朝一なんと50回転で大当たりゲットです。とりあえず時短に来ましたねいや100以内で引き戻す、頑張れセブン。 65% 引けなかった、悔しいお、赤赤、ここまでいったよ、立ち上がって、おお立ち上がった。え、とりあえず、何わかんないけどウルトラバトルです。はい、これリーチになったら確定とかそういうわけではないのかな、わかんないけど、あ、メトロンステージですこれなんか割れてるとかがいいとかなんかいろいろ、もう覚えてないわ皆さんも攻略サイト見てくださいなんか弱攻撃、強攻撃はあったはず。当たったよ、こらえて、たーたー、なあ、もう私さ、あそこで引き戻したのかと思ってちょっと期待しちゃったよ。バトル何、核兵引いてたけど2ラウンド、あ、2ラウンドか、もう、あ、これなんか打てた方が多分出玉出たはず、ちゃんと2ラウンドか、そっちじゃないんだよそっちじゃないんだよ、あはん、うん、ダメでした。初当たりと2ラウンドだけ引いて終わりました。いいなぁ、なんか後ろがすごい良さそうな感じで、あー金、金が何だったんだ、ちょっとダイドします。最後の外したのがまあ、しゃあないっちゃしゃあないですけど、私の心に大きな傷を残しました。というわけで移動しましょうさあ、やってきましたよ。前半なんかありました？前半もうまだ前半だけどね友達いっぱい連れて帰ってくるんやで。77回転回ってるんで、 わざと止めていったのか。77回転
すごい周りが盛り上がってる。もう音がすごいよ。いいな。やばい、何も起きない。ライトミドルなんだけどな。もうすぐスペック今196回転。ちょっとゆきちさん、さっきお友達連れて帰ってきてって言ったでしょ。どこまで行くの。頼むよ。いい加減にして、なんかお守りでも置いときますかね。え、お守りにしとくね。見てこれ、この最終決戦絶勝3つ、これいいでしょ。これお守りにね、ここに置いとこうかね。はあ、気がついたら300超えている。ライトミドルなのに、まあよくあるけど。あっか、響きランプが赤発光に変わって、本当にこれはデショボン行って、何かしら行ったデショボン攻めて緑まで、6ライン、いや6ラインは赤だ、5ライン、どうやって当てろと。これを押しませんよ、私はもうボタンを押しません。おお、今日一大きい声出たよ。ああそう、当たるの、ありがとうございます。びっくりした、どうせ当たらないだろうなと思ってたから全然ボタン押さなかった。いや459回転今日本当ね、もうウルトラセブンから新ホギアに来て、なんか喋ることいっぱいある。あ、これめっちゃ好きだから、本当にめっちゃいろいろ喋りたいと思ってたんですよ。何も喋れなくて本当につらかった。もう覚悟は十分にできている。おっと変わらない。何このダメパターンわかんないね、全然まだわかんない。当たるとき6点敗かよ。さすがにね。ネバブルなし。え、ちょっと全然ドキドキハラハラもさせてもらえない。せめて赤持ち、よだれ出たわいいね、奇跡よ。お、これないよね。あ、もうせっかく当たった校長苦労したのに。いや違うんですよ、もうほんまね、違うんです、ほんま違うんです。こんなんじゃないんですわ私いつも。シンフォギアはもっと、いやじゃあシンフォギアに限らずウルトラセブンもそう、私のパチンコの引きはこんなんじゃない。あ、全部暑さのせいね、全部暑さのせいな。急に立つカメラマン泣かせはい、ということで本日も、スタジアム2001アーデ店さんで、ね、今日朝一より R1 スタジアムのね収録を行わさせていただきましたが、今日私映ってましたか、映ってた、ある、特にシンホギア、まあラストギリギリでね滑り込みで1回当たったっていう、まあ なんかね、しかもまあまあ期待度が薄いところを引くっていう、どこで引きを使ってるんだっていう。いや本当に私シンフォギアめっ
ちゃ好きで、あ、これエンディングで尺取るね、もうめっちゃ喋ろうか、もう20分ぐらい喋ろうか時間ないかさあということで、最終結果の方ちょっとサクッと発表したいと思います。投資が28,500円入れましたね。そういうことで、まあご覧になっていただいた通り回収がゼロです。残念ながら回収できませんでした、すみませんでした。皆さんこんにちは、リッチエンジェルの森あかねです。さあ本日は R1 スタジアムの収録ということで、ここスタジアム2001岩手店さんにお邪魔させていただいております。さあ私自身実践収録っていうのが初めてということもあって緊張もしているんですけど、まあ、今日はパチンコの北斗無双を打って勝っていきたいと思いますので、頑張っていきたいと思います。パチンコ北斗無双実践始めていきたいと思います。あ、短、あ、3つある、3つ、チャンス、チャンス、継続、あ、なんか赤背景はい、9文字、9文字、そろそろさまあ一応落下して、でこれは一番熱いリーチ、あ、金色、金色、金色、これはちょっと、あ、星がね 4.5 個もっとチャンスアップ欲しい、チャンスアップ、今の赤が、あ、これ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 、来た来たイエーイ、スタートから68回転目で、まあ、結構厚めのあ、これで6ってことは激闘ミッション、お、全部7、やったえ、こんな調子いいの初めてイエーイやっぱ気持ちが、気持ちからね入らないと、お、ロゴが、リーチ落ちた、落ちて、うん、星は 2.5 個、あ、これで今から戦えてるね、先制攻撃してほしい、お、先制攻撃、あ、当たったやった、お前はもう当たっているって、おえ、こんなに当たるん実戦が初めてなんですけど、やばい、40回転、お、激しそう、あ、これで、ね、まあリーチがかかって、さあレイ、これ欲しいですね、そろそろちょっと先制攻撃してほしい、復活？え？何？
やったあ、キーホルキーホル見てなかったえ、これ2つですけどえ、でも金ちょっと初めてなんで、これは大事にしていきたいお願い、おい、あ、来た来た来た、やった、はい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 、あ、すごいこれ、イエーイちょっと今別積み1万ウォン渡しじゃないですか わ、星4つ、赤文字赤文字、ちなみに今ちょっと北斗武装万代って聞きました、やっぱ私のおかげですね、波動材でこんだけ積んでたら頑張って、カットイン出ました、カットイン、さあどんどん行って、どんどん行って、あ、赤文字愛の一撃、あ、これ一撃、はい、見事え、めっちゃ調子いいんですけど、やばい、え、5連目です、やばい、次もう5箱目いけますよ、5箱目、え、やばー、これで今、あ、あ、今レインボーになって7、7になった、やった、え、また16ラウンド、やば、調子良すぎ、いつの間にかバトルにラオウ、え、海王、海王との戦い、リンちゃんと海王の戦い、はい、先制攻撃して、まあ、まだちょっとね、1回目ぐらいは、あ、またカットイン、あ、これ打たんでいいか、うん、お、やばー、ちょっと待ってやばい、ちょっとうますぎるかも、今のですごくない、自分に驚き、あ、リーチリーチ、さあこれでラオウ、さっき星2個でも買ったから、これも頑張りたいですね、行くか、あ、やっぱカットインある方がチャンスアップ、やばえ、やばくない普通にやば、え、こんなことある、ちょっとこんなことありますかってなにこれ、あ、終わり、はい、愛を取り戻せゾーン行けます、まあ、また当てればいいだけの話ですからね、あ、ちょっと別積みの準備しといてください金保留、ちょっとね今ね、ここの下の
あれがなくなってきて店員さんが次の箱用意しようとしてたんですよ。やからちょっとキーホルダー出たんで別積みの準備しといてくださいって周り金の、あ、赤扉これも行ったでしょ、さすがに調子乗っとったら、え、嘘、次回予告あーすごい、え、スロットでしか見たことなかったです、やばー、え、これやばい、星は 3.5 個で赤文字出てます、キリン柄こい、えい、あ、来たうま、赤ね、うまうますぎる、え、なんでいつもこれ引けへんかったんやろう、え、復活パターンでしょこれ、復活パターン、はい、復活イエーイ、幻灯ラッシュ、ま、え ここで激闘ミッション終了、愛を取り戻せゾーン再び来たやったー、今日引き強いです、めっちゃ引き強いです、やったー、これで実戦終了の時間が来てしまったので実戦の方は終わりにしたいと思います、結果はまた後ほどエンディングにて、それではまた、実戦終了しました、お疲れ様です、まず早速結果からなんですけれども、投資が875玉、回収が3871玉で、まあ、プラスというか差玉が2996玉となりました、見事初の実戦収録勝つことができまして、朝から今日は北斗無双を歌わせていただいて、たんですけれども、まあ、最初に朝一からすぐに、大当たり連チャンさせることができまして、まあ、1万発近くゲットすることができたんですけれども、まあ、その後はちょっと飲まれてしまいましたが、まあ、なんとかプラスで終わることができました、またね、次回実践収録があったら、まあ、次回も頑張りたいと思っております、じゃあそれではまた視聴者プレゼントの方を選んでいきたいと思います、またね、このアンパンマンのおもちゃでどっちもお料理なんですけど、このキッチンのやつどっちにしようかなって迷ってて、鍋を押すとパスタができるよこれにしますじゃあこれ視聴者プレゼントでこれにします。ここで番組からのお知らせです。今回の R1 ではエンジェルの勝利枚数の一部を視聴者プレゼント用の景品に交換し、それをご覧の皆様に抽選でプレゼントいたします。ご覧の宛先に住所、氏名、電話番号、番組の感想、そして今回の優勝者を予想しご応募ください。プレゼントは優勝者の予想が当たった方から抽選となりますので、真剣に考えて応募してくださいね。皆様からのご応募お待ちしています。